広林浩信です。今回からは久々にあの企画がスタートします。法要や法事など仏事でいただく食事、おときを取り上げる日本おとき巡り。さあ今回はどんなおときが登場するか、こうご期待です。おときを食べる機会といえば一年に一度あればという方が大半だと思います。ですが毎月おときを食べてらっしゃる方がおられます。浄土真宗のお寺では昔から御門徒が集まり、阿弥陀様のこと、親鸞聖人のこと、浄土真宗のお祈りについて話し合うお香が営まれてきました。その際参拝者の皆さんにおときを振る舞われるお寺があります。そのお寺とは福井県若狭にある徳常寺さんです。福井県若狭を訪ね、若狭いっぱい皆様に詳しくご紹介したいと思います。福井県の南西部に位置する若狭町、人口はおよそ1万7000人で、緑豊かで自然に恵まれた町です。その若狭町のほぼ中心、のどかな田園が広がる鳥羽地区にあるのが徳常寺さんです。お香が行われているっていうことは聞いてきたんですけど、本当にそれで よろしかったでしょうか。親鸞聖人のご命日の16日が基準の日なんです、はい、うん、でその16日がお香が開かれる日、はい、現在は少し生活状態が勤め勤務の関係もありますので、うんうん、はい、16日以降の日曜日に月1回、うん、はい、でおときが、まあ、出されるっていうことでよろしいですね、うん、そうです。すいません、もうちょっと気になってるんですけど、お二人はどういった関わりをされてるんでしょうか。このお二人はお香を営んでいくために、はい、いろいろスタッフとして、はい、役付けがありましてね、はい、お香は1年に12回ありまして、はい、それ12回をこの集落の2軒の人が1組になって、はい、毎月変わって当番をしています。あ、たまたま、すいません、私が取材来た時にお二人2軒が当番に大当たりということ、すいません、大当たりということで、はい、それで理解してよろしいでしょうか。はい、それも勤めさせていただきます。あ、そうですか、はい。当日は女性の方は6時半から来られて、はい、皆さんに食べていただくお汁を作る段取りをします。あ、お汁は作られるわけですね、はい、はい、で男性陣は7時から始まりますので、はい、まずお寺へ来て机を段取りしまして、はい、並べて来ていただくお客さんに、まあ、段取りしますと、はい、で7時になりますと今度大金をついて、はい、今からお香始めますよと、あ、各みんな紋章をついて、ね、今から始まりますよ、まあ、集会所っていうか、そうです、集まってくださいよって、はい、なんかさっきからすっごいこれ気になるんですけど、これは何なんですか。あ、これがお香箱。お香箱か。じゃあじゃあじゃあ、ちょっと待ってください、え、ちょっと待ってください、これはまた面白いですね。お箸に、お箸箱にお皿にこれお茶碗とお椀と入ってる。あ、うん、ということは皆さんこうやってお香に参加されるときにはこのお香箱にこういう食器類を入れて持ってこられるってことなんですか。そう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 、これがもうやっぱり伝統なわけですか。そうですね、
はあ。お汁と、はい、それからあのお漬物のようなものと、はいはい、それからご飯と、ご飯とこの3点あがもう基本的なっていうことだ、はい、そうですね。ご飯だけは家から自分のめいめいのご飯を入れてきます。あ、ご飯だけはあの、うん、皆さん方ご家庭でご飯を炊かれて それをご持参され、そうそうそう、でお当番さんがまさしくお汁と、うん、そして、まあ、お漬物であったりそういう、まあ、おかずというか簡単なおかずということを作られるっていうことなんですね。そうです、そうです。あ、分かりました、分かりました、はい、明日、はい、まさしく土井様のお香が開かれるってちょっと情報をあの見にして本当でしょうか。明日お香開かれますよ。え、そうですか、はい、でもしもよかったら本当にもう明日私もちょっとお参りさせていただけたらと思うんですがよろしいでしょうか。あ、結構ですね。あ、そうですか、どうぞ。でまたおときもいただいてよろしいでしょうか。うん、はい、大丈夫大丈夫大丈夫ですか、ありがとうございます、はい、おとばさんすいません、ちょっと一人分ちょっと増えますけどよろしいですか。喜んでありがとうございます。皆さん喜んでっていう声がいただきました。かわいいわね。ちょっと甘いかも。お汁だけのものは美味しいね。これからそれではお香を務めさせていただきます。食前の言葉、多くの命と皆様のおかげによりこのご馳走を恵まれました。深くご恩を喜びありがたくいただきます。漬物とまたいろいろね、これもまたお持ち寄りというかそういうお当番さんが作られるんですか。これも自分で漬けたりしながら、はい、出していただくことになって、うん、これ以上 の、 おかずは漬けないんですよ。あ、この具が毎月あるでしょ、はい、そうすると、うん、この中の具材が集まらん時期が困るんですよ。ありますよね。ですから当番が当たった月によってね、その揃える材料が本当に一生懸命苦労があったりして、その味がにじみ出てくる。出てくるですね。今日の出来はいかがでしたでしょうか。大変美味しかったと思います。あ、そうですか。皆さんいかがでしたでしょうか。よかったら拍手をお願いします。あ、よかった。
たということで、昔からこうやって親がやってきたを子が、うん、見ているという面でやらなあかんのやろなということだと思いますけどね。ああいいですね。ただ辛い時もあります、うん、辛い時もありますお香があればこそ、うん、心にこの深みとか、はい、あの温かさとかそんなものが育まれるように思うんですね。あのこういうものがないと、うん、あの心が寂しいように思いますね。みな勤めと両方で集落におってもこの人隣におっても話することがないですよ。でもここに来るとご縁さんのお話したりみんなとの話し合いができるし、あの大変いいと思います。ありがとうございます。ひしめつの乱情流如来所以故出世唯説弥陀本願願光浄悪事群浄観。あったかみとね、なんかこのお寺を中心とした人とと人とのつながりっていうものを皆さんがすごくなんかこう喜んでらっしゃるなっていうのを感じたんですけど、いかがでしょうか。私嬉しいなと思うのは、今の残ってこれからの人がみんなで参ろうやないかということをくじくじにこうあの言うているようであります。じゃあ自然発生的に、それをやっぱり私も願っておるんです、でついついね、あのお寺というと来ておくれや参ってくれって、なんか勧誘していくことが住職の、あの発言みたいに思うけども、違うんやと、参っていきたいという人は育っていく場所がお寺であると、まあ私は思うとんで、世代交代って本当に今全国各地のお寺で一番難しいところじゃないですか。だからそれをまあお香というものを通しながら、そしてそれにお時というものを通しながら、まあ自然発生的にこう相続できたらいいですね。だけど、はい、それだけではないんですよ。え、それだけではないってことは、もっと奥深いものがあるってことですか。はい、実はそば打ちなんです。そば打ちっていうことは、はい、あの食べるそばですよね。そうです。それ誰が作られるんですか。わてですね。そうなんですか。ということはもうそばを自らお作りになられて、またご門徒さんとかに振る舞われるっていう。そうですね。いい、ちょっとすごい興味があるんですけど。いやすいません、もう終わったらすぐに私も京都に帰る予定だったんですけど、すいません、もうちょっとおそばだけにもう少しそばにいさせてもらって、ちょっとレポートさせてもらっていいでしょうか。大丈夫です。すいません、ありがとうございます。残念ながら今回はここまでです。さあ次回は徳上寺さんご自慢のお蕎麦が登場します。どんなお蕎麦なのかは次回をお楽しみに。